北海道教育大学は北海道札幌市北区愛の里五条三丁目一番三号に本部を置く日本の国立大学である1949年に設置された大学の略称は北京大、同京大北海道各地に5つのキャンパスを有する教育学部のみの4家庭からなる教育系短科大学一部のキャンパスでは 教員免許の取得を必須としておらず、教員要請を目的としていない過程も有している。以前は全国の大学では珍しい分校制度を採用していたため、入試やカリキュラムなどの制度が分校により異なり、実質的に5つの大学で構成されているような状況であった。各校を分校と称しながら本校がどこにもなかったため、 混乱を避けるべく1993年度から文工故障を廃止し、校という名称に変えた。2006年4月に大幅な統一再編が行われ、一つの大学、五つのキャンパスという体制を明確にした。しかし、現在でも一学部のみの短科大学で複数のキャンパスに分かれている大学は同校のみである。放送大学学園と、 単位互換協定を結んでおり、多様な学習の機会が提供されている。札幌校以外の大学の一般通称は、例えば、釧路校の場合は、釧路教育大学という呼び方をするケースが多い。4課ほどに学科2020年4月現在、函館校北方教育資料館岩見沢校。ありがとうございます。